マリー・シャンタルは、旧ギリシャ王国の王太子、パウロスの妻。ギリシャのプリンセスの称号を持つ。絵本作家、イラストレーター、子供服のデザイナーでもある。旧生命は、マリー・シャンタル・クレア・ミラー。アメリカの DFS グループの創業者で、香港の投資会社サーチグループ会長である不毛、ロバート・ W ・ミラーの次女。母は、エクアドル人の建設作業員の娘マリア・クララ。 ペサンタス。姉のピア、妹のアレクサンドラと合わせて、ミラー3姉妹として知られる。ロンドンで生まれ、10歳まで香港で育った。姉妹で5年間スイスのルロゼで学んでいる。1982年に、パリのインターナショナルスクール、エコール・アクティブビラングに転校、さらに、ニューヨークの女子校、マスターズ・スクールに転校した。ニューヨーク大学で芸術史を学んだ。 1992年に父親の取引先の紹介でパウロスと会い一目惚れした。1994年のクリスマスの日、スイスの高級スキーリゾート地、グスタードでプロボーズを受ける。ローマンカトリックからギリシャ聖教会に改修するため、聖教会のコンスタンディヌーポリ総主教であるバルソロメオス一世の祝福を受けにトルコのイスタンブールに二人で行き改修した。 1995年7月1日、パウロスとロンドンの聖ソフィア大聖堂で結婚した。結婚式は、マリーシャンタルの父親で、世界中の DFS のオーナーであるロバート・ミラーの仕切りで、1400人の招待客が見守る中、セントソフィアカテドラル教会で行われた。この前日には2日間にわたり、ケント州セブンオークで盛大なプレパーティが行われ、式後には、 ハンプトンコート宮殿でミラー夫妻主催のランチバーティが開かれた。ミラーは、式とバーティのために800万ドルをかけ、持参金に2億ポンドを持たせたと言われている。2000年、マリーシャンタル LLC という子供服のブランドを設立した。アメリカやロンドン、アテネの高級デパートに出展している。2011年、マリーシャンタルは、アメリカ合衆国の市民権を放棄した。 夫との間に読む男一女がある。ありがとうございます。